さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、MSIMPGZ890HGDIWi-Fi、と。インテルコアウルトラ 7265K になります。え、あんたこれ一体。今回も MSI さんから新しい CPU とマザーボードをお借りしたので、そちらをご紹介していきたいと思います。なんだか仕出し品か。え、何その残念そうな顔は。ということで今回は、2024年10月25日に新しく発売された新 CPU インテルコアウルトラ 7265K と、同じく新発売となった MSIMPGZ890HGDIWi-Fi の、検証をしていきたいと思います。新世代となったインテルの新しい CPU がどのぐらいの性能なのかを検証したので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では最初にインテルの新 CPU について軽く紹介をしていきます。インテルコアウルトラは、インテルが開発した最新のプロセッサです。インテルの7ナノメートル製造技術インテル4プロセスを採用しており、高性能で効率的な処理をし、特にゲーミングやクリエイティブな作業に適していると言われています。インテルコアウルトラの特徴を簡単にまとめるとこんな感じです。まず一つ目が高いベースクロックです。アーキテクチャが小さくなったことで前世代よりも高いクロックが出せるようになりました。二つ目は今まであったハイパースレッディングが廃止となりました。一つのコアから二つのスレッドがあった旧モデル、例えば8コア16スレッドだったものが、コアウルトラでは8コア8スレッドだけとなりました。なんでなくなっちゃったの？廃止した理由として、パフォーマンスの向上が期待できないとのことでした。今までハイパースレッディングは複数のスレッドを同時に実行する技術ですが、実際には予想以上のパフォーマンス向上が見られないことが多かったようです。さらに消費電力と発熱の問題もあったみたいで今回からはハイパースレッディングがない CPU となりました。三つ目は高いグラフィック性能です。グラフィック性能については最大2倍の処理能力向上をしているみたいで、この辺はノートパソコンとかの方が恩恵が大きいかなと思います。4つ目は効率的なエネルギー管理です。最新の省電力技術を採用しており、バッテリー駆動のデバイスでも長時間の使用が可能となりました。そのため、電力をたくさん使って性能を上げるというよりも少ない電力でも性能を上げるといった感じになります。まあ今までの消費電力がすごかったもんね。ですね。そして最後は最新のテクノロジーになります。NPU という、AI などの機械学習の計算を専門に行うプロセッサを導入し、AI 人工知能や ML 機械学習の処理能力を強化し、より高度なデータ処理が可能となります。インテルの CPU と GPU を組み合わせて、AI アプリケーションのパフォーマンスを向上させることを目指しているみたいです。この辺は今後いろんなソフトにも対応していくってことかと思います。では続いて今回使用するパーツたちのご紹介です。シュラララ。それでは今回使用するインテルコアウルトラ 7265K のご紹介です。今回10月25日に発売された種類は全部で5種類。コアウルトラ 9285K、コアウルトラ 7265K と KF、コアウルトラ 5245K と KF。今回使用する CPU、コアウルトラ 7265K は78,800円です。やっぱりいつも思うけど結構高いわよね。昨年の14世代が発売された時の価格がこちら。9は昨年よりも上がっていますが、実は7と5の K は変わっていないんですよね。内蔵グラフィックなしが1000円上がっているとはいえ、円安真っ只中、昨年の新モデルとほとんど同価格帯なのはすごいなと思います。では続いてインテルコアウルトラ 7265K が14世代モデルとどのぐらいスペックが変わったのかを見てみましょう。こちらが7のスペック表となります。まずはインテルコアウルトラ 7265K の方から、P コア8コア足す E コア12コアの20コア20スレッド、P コアクロックが 3.9 から 5.4GHz、E コアクロックが 3.3 から 4.6GHz、合計キャッシュは 36MB、TDP は 125W で最大 250W、プロセス技術は7ナノメートルで最大メモリ 192GB、最大メモリクロック 6400MHz、となっています。性能や数値が良い方に色付けしてみました。まず一番上のスレッド数については、今回のコアウルトラからハイパースレッディングがなくなったので、その分コア i7-14700K よりもスレッド数が少なくなっています。クロックに関しては、P コアのターボクロックはコア i7-14700K が高いですが、それ以外はコアウルトラ 7265K の方が高いです。合計キャッシュもコアウルトラ 7265K の方が上がっており、TDP は変わりませんが、最大 TDP はコアウルトラ 7265K の方が 3W 低くなっています。あとはプロセス技術とメモリクロックが変わっていますね。スペック表を見る限りだと、全体的にクロックが上がっていて、プロセス技術が上がったことで発熱を抑えられるのか、ってところが気になるかなと思います。
続いて見た目の違いです。14世代 CPU を持っていなかったので、13世代 CPU との違いになりますが、パッと見では正直よくわかりません。ただよく見ると細かいところが変わっており、例えばこういった切り欠きがありません。さらにコンデンサとパターンなんかも微妙に違っています。で、あとはヒートスプレッダーの大きさも変わっていて、こんな感じでスライドしてみると、一回りぐらいインテルコアウルトラ7265系の方がヒートスプレッダーが大きいのがわかるかと思います。続いて裏面です。コンデンサの配列等はもちろん違っていますが、インテルコアウルトラ7265系は LGA1851 となり、旧モデルの LGA1700 よりも接点がギリギリまで詰まっています。これは確かにすごい詰まってるわね。で、さらに真ん中のコンデンサの部分も小さくなっていますね。ということでインテルコアウルトラ7265系のご紹介でした。シュララ。続いてご紹介するのは MSIMPG-Z890HDI-Wi-Fi です。こちらはインテルコアウルトラ用に作られた新しいマザーボードで、MSI の Z890 マザーボードにはこのような特徴があります。まず全モデルに Wi-Fi 7を搭載しています。これにより転送速度 5.8Gbps 320MHz 対幅 6GHz 対の高速通信が可能となります。さらに全モデルで4機から6機の PCIe Gen5M.2SSD コネクタを搭載しています。DDR5 メモリスロットもモデルにより最大で 9066+MHz まで対応となり、メモリーブーストによるレイアウト強化もされています。そしてユーザーに寄り添った設計の EasyDIY で簡単にパーツの付け外しや内部設定、組み立てなどにも力を入れています。あとは MSI といえば強力な電源回路ですね。最大26フェーズ 110A SPS2 オンス同層 PCB など十分すぎるほどの電源回路を各モデルに搭載しています。ということで MSI の Z890 マザーボードの特徴を簡単にご紹介しました。この Wi-Fi アンテナ、真っ白で結構かっこいいですよね。では続いて MSIMPG-Z890HDI-Wi-Fi についてのご紹介です。まずは電源回路から 16+1+1+1 デュエットレールパワーシステムとなっており、ハイエンド CPU でも安定して性能が出せるようになっています。サンダーボルト4モリアに2つ付いており、ネットワーク関係は 5G LAN と Wi-Fi 7搭載。クローザーデザインで大型のヒートシンクを搭載しており、電源回路、M.2SSD もしっかり冷やすことができます。とまあここまではカタログ的な特徴ですが、それよりも目に留まるのがこちらの真っ白な基板かと思います。こちらが旧世代の MPG-Z790HDI-MAX Wi-Fi との比較となるのですが、この白さは一目瞭然かと思います。MPG-Z790HDI-MAX Wi-Fi までは黒い基板に白いヒートシンクでしたが、MPG-Z890HDI-Wi-Fi では基板も含め各種スロット以外は白といった感じです。皆さんはどっちのエッジが好みですか？ぜひコメント欄で教えてください。MSI の EasyDIY の中にある EasyM.2 Shield Flowser 2も見てみましょう。こんな感じで M.2 スロットの左側にあるボタンを押すと簡単に取り外すことができます。取り付けるときは、右側の爪を引っ掛けて下ろし、先ほど押した左側ボタンを押すと装着できます。最初少し慣れが必要ですが、慣れるとかなり簡単に開け閉めができます。続いて下の部分の M.2 スロットも開けてみましょう。こちらも先ほどの M.2 スロット同様に左側のスイッチを押すと簡単に開けることができます。こんな感じでしっかりと白い色の基板となっています。ねえ、あんた知ってた。何ですか？白って200色あんねん。あ、はい。では続いて EGM.2 クリック2も見ていきましょう。こちらは M.2SSD を差し込んで押し込むだけで装着することができます。おお、これは便利そうね。今までは M.2SSD を差し込んで、後ろのところにストッパーをかけるものが多かったのですが、このように差し込むだけで止まってくれるのはかなり楽でいいですよね。外すときは先ほどのリアにあるピンをずらすことで取り外すことができます。この辺はユーザーにとって簡単に付け外しができるのはいいかなと思います。ちなみにすべて M.2SSD を差し込むとこんな感じになります。うわ、これはすごいわね。M.2 の各対応はこのようになっております。一番目のみ PCIe Gen 5対応となっており、他は全部 PCIe Gen 4となります。続いての特徴として EasyPCIe リリースです。こちらは GPU のロック状態をボタン式で切り替えられる装置となります。こんな感じでロック状態と解除状態がボタンの上に図で書いており、ボタンを押すことでグラボを取り付けたり外したりすることができます。ボタンを押すと GPU をロックしている金具が動いているのがわかりますでしょうか。小さな音ですがカチって音も鳴るので EasyPCIe リリースが動いているのかどうかもわかります。裏面に関してはこんな感じでした。白というよりも灰色っぽい装飾ですが、こちらは基本的に見えない部分なので問題はないかなと思います。インターフェースはこのようになっており、サンダーボルト4が2つ付いているのがすごい便利かなと思います。それ以外にも USB Type-C や USB Type-A も合計10ポート付いているので十分なインターフェースかなと思います。ソケット部分も見ていきましょう。開けるときは下からレバーを上げて、カバーを下に下ろします。
集合体恐怖症の方はご注意ください。こんな感じでピンが並んでいます。見た目的には全世代の LGA1700 と似ていますが、量が増えているのでピンを折らないように気をつけないといけませんね。ということで MSIMPGZ890HDI-Wi-Fi のご紹介でした。ちなみにこのマザーボードはいくらなの？こちらは2024年10月25日発売日の市場想定価格ですが、税込み68,980円となっています。せっかくなので同時に発売される他のモデルの価格も載せておきます。今回発売日に出るモデルの中では中間の位置にいる MPGZ890HDI-Wi-Fi ですが、ハイエンド CPU でもしっかり使えるマザーボードとなっているみたいなので、コアウルトラ 9285K でも問題なく使用できるかと思います。では続いて実際に動かしてみましょう。シュラララ。それでは検証機を作っていきます。CPU を取り付けます。今回使用するグラボはこちら。MSI GeForce RTX4080 スーパー 16GB ゲーミング X スリムです。ロックをすることでグラボが固定されます。今回使用したパーツはこちら。CPU はインテルコアウルトラ 7265K、マザーボードは MSIMPGZ890HDI-Wi-Fi、メモリはクレブ DDR5-7216GB×2枚、M.2SSD は MSINVMEM.2TB、GPU は MSI GeForce RTX4080 スーパー 16GB ゲーミング X スリム、クーラーは MSIMPG コアリキッド K240V2、あとは書いてある通りです。OS やドライバー、その他関連ソフトなどはすべて動画編集時点で最新のものとなっています。それでは起動させてみましょう。せっかくなので OS も入れていない初回起動時間も測ってみます。スイッチオン。果たしてどのくらいで立ち上がってくるのか、せっかくなので1倍速でお送りしています。OS の入っていない初期状態で BIOS 画面に行くまでに42秒かかりました。こちらが新しい BIOS 画面となります。BIOS 画面も新しい世代のマザーボードとなり、見た目も一新したみたいです。見た目はなかなかシンプルですね。続いて CPU-Z です。20コア20スレッドとなったので、全世代の i7-14700K よりも少なくなっていますが、それでも十分なスレッド数かと思います。続いてメモリ、XMP を当てているので、7200MHz となっています。GPU となります。特に問題等はなさそうですね。ではどのくらいの性能があるのか見ていきましょう。シネベンチ R23? CPU の性能がどのくらい上がったのかシネベンチ R23 をやっていきます。ハイパースレッディングがなくなったとはいえ、20コア20スレッドなのでかなり早く回っているかなと思います。今回 MSI の Z890 マザーボードでは電力制限に関して4つのパフォーマンスプリセットが用意されています。1つ目がインテルデフォルトセッティングスで、いわゆるデフォルト設定です。このインテルデフォルトセッティングスは PL1250W、PL2295W。2つ目が MSI パフォーマンスセッティングスで PL1250W、PL2295W。3つ目が MSI エクストリームセッティングスで PL1250W、PL2295W。そして最後が MSI アンリミテッドセッティングスで PL14096W、PL24096W のいわゆる電力無制限モードの4つになります。さらにイージーオーバークロッキング機能として、ゲームブーストというものがあります。なので今回はこの4種類の電力設定とゲームブーストのオンオフの合計8種類の設定状態で計測しました。ということで結果はこちら。まずはスコアから、G と書かれているものはゲームモードオンのものになります。スコ
コアとしてはマルチで3万5000から3万6000、シングルは2270台といった感じでした。マルチスコアに関しては、無印のインテルコア i9-14900 やインテルコア i7-14700K よりも高く、シングルに関しても無印のインテルコア i9-14900 や、AMD Ryzen 9950X といい勝負の結果となりました。これはかなり性能が上がっているのがわかるかと思います。あれ？でもこれって、はい、そうなんです。電力設定を変えても多少上下がありますが、今までのデフォルトと無制限ってほど差がありません。一番下でも 35,545、一番上で 36,417 でその差は1000ポイントぐらいとなっています。続いてアイドル時の温度と最高温度になります。どの設定にしても最高でも86から91度で収まっており、かつての100度を超えるようなことはありませんでした。しかも 240mm 簡易水冷でこの温度なので、今までみたいに 360mm 簡易水冷をつけないといけないなどがないのでいいですね。シネベンチ R23 中の消費電力については、MSI Unlimited Settings のゲームモードでも 320W 前後で、その他のモードでもだいたい 315 から 320W 前後と大きな差はありませんでした。では次。ファイナルファンタジー14黄金のレガシー。続いては FF14 ベンチマークです。設定は最高設定で解像度は 4K。 流れている映像はインテルデフォルトセッティングスでの映像です。こちらも全電力設定で試したのでその結果を見てみましょう。まずはスコアから。こちらに関しても、誤差の範囲のようなスコア差でした。各モード数回ずつ計測を行ったのですが、このモードが強い、といった結果は出ず、ほとんど僅差のスコアでした。ちなみに一番高くて MSI Extreme Settings のゲームモードが 14,892、一番低いのがインテルデフォルトセッティングスのゲームモードで 14,688。なんでゲームモードなのに一番スコアが低いのかわかりませんが、まだソフト側が対応していない可能性もありますね。平均 FPS と最低 FPS も出しましたが、正直、誤差レベルの違いしかありませんでした。1FPS ぐらいならどの設定でも良さそうですね。FF14 ベンチマーク中の消費電力については、MSI Unlimited Settings のゲームモードでも390から 400W。こちらも他のモードとほとんど差がない消費電力でした。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077です。設定はレイトレーシングウルトラで解像度は 4K。DLSS ありと DLSS クオリティ設定で検証を行いました。結果はこちら。まずは DLSS なしでの結果です。これに関してもシネベンチや FF14 ベンチマーク同様、大差ありませんでした。ゲーム自体が CPU に依存するものではないので差が出ないのかもしれませんね。こちらは DLSS クオリティ設定のものです。多少差が出ていますね。平均 FPS が高いもので MSI パフォーマンスセッティングスのゲームモードで 57.35、低いもので MSI パフォーマンスセッティングスの 54.53、最低 FPS も高いもので MSI パフォーマンスセッティングスのゲームモードで 51.25、低いもので MSI パフォーマンスセッティングスの 48.91、という結果でした。FPS 的にはだいぶ出てはいますが。ということで今回は、MSI MPG-Z890HDI Wi-Fi と、インテルコアウルトラ 7265K をご紹介しました。あんた的にはどうだった？そうですね、CPU の性能については、全世代よりも性能が上がっているのは確かですね。新しい CPU に対応したソフトなどは今後に期待といった感じでしょうか。マザーボードの方は？そうですね、基板もヒートシンクも全て真っ白なマザーボードなので、今回は黒パーツで検証をしてしまいましたが、白いパソコンを組むときなんかはすごい良さそうですね。ただ、こちらのマザーボードの電力設定に関しては現状ではあまり性能に差が出なかったので、この辺はおいおいBIOSが対応していくまではインテルデフォルトセッティングスで十分かなと思いました。確かに大きな差は出なかったもんね。今回私が触ったのがインテルコアウルトラ 7265K だったので、もしかしたらインテルコアウルトラ 9285K だったら変わるのかもしれませんね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。